スザンナさん、こんにちは。ミネットです。さあ、集まるぞ、それ実況続きやっていきましょうか。今回ですね、こちら結構久しぶりですね、半年ぶりぐらいかな、任天堂東京さんで新しいですね、動物釣りのシリーズに新商品が追加されましたということで、今回はそちらの紹介動画やっていきたいなと思います。ちょっとね、任天堂東京さんのツイートがありますので、こちらを読んでいきます。動物釣りシリーズに新商品が加わりました。また品切れしていた商品の一部を再入荷しました。この時期は動物たちが暮らす森も一面の雪景色です。任天堂東京とマイ任天堂ストアで本日より販売します。動物釣りストアっていうことで、まあちょっとね、日付は経ってしまったんですが、せっかくなので紹介していきます。よし、じゃあ早速ですね、マイ任天堂ストア覗いていきますか。そういえばね、動物釣りの第5弾のさ、アミーボカード、これさ、2022年の3月にお届け予定なんですけど、 Amazon だったらもしかしたらまだ残ってる可能性、定価でね、残ってる可能性があります。ちょっとしたら出てくるかもしれませんので、一応ねチェックしておいた方がいいかもしれません。なんかね、任天堂ストアこちらだったら正直ね、3月なんですよね、あと3ヶ月後ぐらいかかってしまうから、もしかしたら Amazon の方が早く、届くかもしれませんね。っていうのがありつつもですね、マイ任天堂ストアのこちらですね、新グッズ登場、動物たちが暮らす森も一面の雪景色ですということで、早速見ていきますか。いや、任天堂東京さんね、俺実は行ったことないんですよ。せっかくね、新商品が出るっていうこともありまして、ちょっとこの機会に任天堂東京さん行ってみたいなっていう気持ちもありつつですね、それはね、ちょっと状況次第かなと思います。1、2年前からずっと言ってるんですけど、じゃあ早速見ていきます。新商品マフラーですね。冬にぴったりじゃない？まずはマフラーから。めちゃくちゃ可愛い。俺もね、これ動画で紹介しようと思って、実はがっつりは見てないんですよね。これ手袋か。手袋も用意されてるんか。別売りだけど。これがマフラー。静江さんとキャラメルと、あと真ん中はよくできた雪だるまですね。動物折りって書いてある。だからね、動物折りと集まる動物折りで別々みたいなんですよ。この任天堂東京さんで取り扱ってるやつが。今回は動物折りシリーズから出てきたと。あと手袋ですね。どっちかっていうと今回は冬向けのものが多いんだな。手袋。これ誰が写ってる？うわ、つぶきちまめきちが映ってるのか。よくよく見てみたら、こっちはつぶきちまめきちで、リリアンか。びっくりした。なんかさ、遠くから見たらあさみさんが雪玉転がしてるように見えてさ、まず今焦った。リリアンか、かわいいな。手袋とマフラー、ボトルカバー。ボトルカバーなんて今まで出てきてないですよね。誰が映ってる？名前なんだっけ。メアリスだっけ？メリアス、メアリス、メリアスちゃんだったかな。確かそういう感じの名前だった気がする。リス住民以外全然知らねえもんな。やっぱ雪だるまがメインなんですね、ここの時期になってくると。ポケトル、広場、動物釣り、広場、これ自分家ですよね。自分家と、あと低木と静江さんと、今の時期にはぴったりですね。雪の結晶が降ってきています。でもこれ見て、エイブルシスターズだ。エイブルシスターズが映ってる。なんか広場って書いてあるぐらいだから、役場が出てきてもいいんじゃないかなって思ったんですけど、役場は出てきてないんだ。でも確かにね、これ集まる動物じゃなくて動物だもんな。役場なくても別に関係ないか。これがポケトルの広場のやつですね。動物釣り任天堂東京の取り扱いです。1980円カートに入れたら、あと3520円で送料無料。俺何買おうかな。今回ね、女性向けのものが多いなっていう印象あるんで、このポケトルの広場のやつ、これは買おうかなと思ってますね。トートバッグ、これは前からあるやつか。ガマ口、動物釣り、なんだこれは。だから今回のラインナップさ、結構不思議なやつが多い印象ありますね。今まで出たやつがこういうやつね。何かあったっけな。懐かしい。集まれ動物釣りが発売される前の前の時期、確かに2018年ぐらいにイベント行ったんですよね。動物釣りの、動物釣りっていうか任天堂さんのイベントに行って、その時にスマホケース買ったんですよ。うわ、なんかこういうの買ったわ。うわ、なんか本当に懐かしい。これを持ってます。ウォールマグデミタ。じゃあ見ていきます。早速これがガマ口。メープルちゃんと左の子が分かんない。ゴリラ系の住民、ブーケと馬系の住民。これアンソニーか。アンソニーとブーケちゃんですね。この二人仲いいのかな。かわいい。とあと2つですね。これとこれか。リップクリームのラズベリーか、ハンドクリームのラベンダー。映ってる住民さん自体はそんなに変化はないんですね。なんかさっきリス系の住民が映ってるような気がしたが、気のせいか。でもちょっと違う。
あ、でもタヌキチ映ってるんだったら、アサミさん映って欲しかったくない？アサミさん欲しかったな。タヌキチと、なんか全然やる気なさそうだね、経営者なのに。あとこっちがアンソニーとオーロラちゃん、オーロラくん、確かオーロラっていう名前の、まあ、子だったんじゃないかなと思います。なんか口癖が結構独特な子ですよね、オーロラ。これがね、新しくマイニンテンドーストアで登場した新作グッズとなっていますので、ぜひぜひね、興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきます。見てみてください。だからさ、ティーポットとかティーカップとかさ、俺紹介したっけ？これいつだ出たの？まあ、全然、多分見たことあるんだろうな。去年とか一昨年とかに出てたけど、まあ、見逃してたってやつが、可能性としては一番ありそうですね。ティーポットか。いや、これの他にもね、いろいろあるにはあるんですよ。マイニンテンドーストアで、まあ、ちなみにね、最新のグッズの欄にいっぱい載ってるから、こっから見ていくっていうのもいいですし、いや、人気グッズランキングのね、これがすごいんよ。ダイアリーも、もう完全に品切れ状態なんですよね。集まる動物のダイアリー。セブンイレブンさんで1760円で売られていた集まる動物のダイアリーなんですけど、これも全部売り切れてたし、あと、タヌキ開発のボタニカルラグ。これはまだ残ってるのか。まだ残ってそうな印象はありますね。銅釣りのマスターのぬいぐるみ。出たのはめちゃくちゃ前なんですよ。多分集まる銅釣りが発売されるよりも前ぐらいに、まあ、登場したマスターのぬいぐるみなんですけど、なんか急にここに来てアップデートが入ってからすごい人気があるっていう。ジョニーのやつとかも結構良さげですよ。集まる銅釣りの一番くじのラストワン賞あったじゃないですか。そのラストワン賞でもしも欲しかったけどジョニーが手に入らなかったっていう方は、こちらで、まあ、妥協って言い方あれかもしれないんですけど、こちらで購入するっていうのも一つの手かもしれませんね。ただ1980円で購入できるかな、言うたら。普通にね、クオリティは高いということで結構話題にはなってますね。銅釣りのコレクション。で、新しくね、ジャックとかもね、まあ、登場するはずなんですよ。この 3A 貿易さんのツイッターを見た感じでは。まあ、そこら辺もね、非常に楽しみかなと思います。まあ、出るのがなんか春ぐらいって言ってたから、またね、春になったら、紹介しようかなと思ったりもしていますが、いやまあでもそうですね、買うんだったらこの中だったら俺このポケトルかな。ポケトルの広場だけが、まあ、唯一俺が持ってても違和感ないかなと思いますね。こんなんあったっけ、コンパクトミラーとか。忘れてるだけか。ランドリーネットの S とか、あんまりこっちの銅釣りの方は見たことなかった気がするな。まあ、集まる銅釣りのね、商品グッズの方をどっちかっていうと、まあ、メインで今まで見てたから、あんまり銅釣りの方を見てなかったな、そういえば。なんかツイッターでね、ちょうど銅釣りグッズが紹介されてたから、まあ、これちょっと動画のネタにしようって思って、今回やったんですけど、銅釣りグッズ、これなんですよ。これがね、銅釣りのマスターと、カッペと、フータとフーコちゃんとか、ここの辺はね、多分昔からいるメンバーなんで、多分集まる銅釣りが発売される前からいるやつですね。あと、ジョニー、レックス、ジャスティン、ジャスティンとかが去年出たのかな？レックスとかが。これが去年出たやつで、あとね、新しく登場してますので、またね、そちらも紹介していきます。というわけで、集まれ銅釣りの方に戻っていきましょうか。まあ、今日がね、12月25日っていうこともありまして、今日でね、まあ、多分終わるやつがね、一つあって、まずね、ここのクリスマスツリーっていうのが今日までとなっています。今日以降に乗ってたら、おかしいっちゃおかしいんですけど、なんか飾り付けとか可愛いよな。なんか床屋とかでよく見かけんもん、こういうの。あとはここかな。うわ、プラモデル売ってる。これは買わねば。ここに確かね、おもちゃ家具っていうのがあったんですけど、本日12月25日で終わりとなります。今日までですよ、おもちゃ家具が手に入るのは。皆さんぜひぜひこちらのね、たぬきショッピング覗いてみてください。プラモデル買っとこう。828ミリで売ってんの？安すぎだろ。写真はね、皆さん撮っておきましょう。ちょうど叩きゲームやってきてるから、まあプロカメラ使ってうまい感じに、うまい感じに撮れねえな。こっちだったらいい感じに撮れないか。ちょっと、うち、崖が邪魔してる。坂と崖が邪魔してるけど、まあ、うまい感じにね、皆さん島で撮ってみてください。あとはね、こちらですね。多分ね、クリスマスのセーターとか、トナカイのセーターとか、そこら辺のやつっていうのは今日までとなってると思うから、多分今日までな気がするけどな、こういうの。明日もあったらちょっと季節感おかしいもんな。まああったらね、あったで嬉しいんですけれども、まあ次手に入るのはね、1年後なので今のうちに購入しておきましょう。バイバイ。